経済産業省での取り組みということで、今少しあの出てまいりました、経済産業省の取り組みというのを、研究開発部の村上さんにご発表いただきます。お話の中で分かると思いますけども、いろんなところで独立にやるんではなくて、今、経産省と今の話だった文科省のプロジェクトで、共通のツールを使ったり、共通の辞書を使ったりですね、そういうようなことが始まっております。将来的にはもう少し緊密した連携が図られると思っておりますけれども、まずは今、経産省での取り組みをご紹介いただこうと思っております。紹介ありがとうございました。JBIC の中野です。本日は発表会をさせていただいた、先生、中野先生のシンポジウムのオーガナイズに参加した方々に感謝いたします。私の、話のタイトルは、経済産業省ライフサイエンス統合データベースプロジェクトのポータルサイト、名前はメダルズというものです。これはメティデータベースポータルフォーライフサイエンスに役立てして、メティというのは経済産業省を意味します。今日の、話の流れなんですけれども、ポータルサイトの背景となりましたデータベースプロジェクト、経済産業省のプロジェクトについて、触れまして、その後、ポータルサイトの中身についてご紹介させていただきます。でこのプロジェクトのもう一つの中身であります、統合データベースといいますか、人遺伝子の統合データベース、H インビテーションデータベースというものがありますが、これと、他の経済産業省の成果物であるデータベースとの連携について、話をいたします。でまず最初にプロジェクトについてお話します。このプロジェクトは、昨年度から始まり、3年間の予定です。こういう場では何度も繰り返しになると思いますが、いろんな成果物が日本中、いろんなデータベースがあちこち出ているけれども、この散在してどこに何があるかわからないとか、使い勝手が悪いとか、そういうニーズを受けて、ライフサイエンス統合データベースセンターというものが文部科学省を中心に、これが中核機関となって、4省庁のデータベースを統合しようという動きになっています。で我々のプロジェクトは、このうちの、一つの経済産業省の部分でありまして、中核機関と連携し、かつその経済産業省の成果物を中心的に統合を行うというようなものが大きな。経済産業省関連の、いろんなデータベースというのは非常に、価値あるものが多いということをお伝えしたいんですけれども、これは例えばこのような大規模なプロジェクトが過去、10年ぐらいの間にいろいろ、これはほんの一例なんですけれども、行われていると、例えばその遺伝子多形情報のデータベースであるとか、一体構造機能解析の解析ツールであるマイクレストとかですね、あるいはこれはゴムやお茶、紙とかの原料を生産するような、植物の生産プロセス、パスウェイですね、そういうものを解析して、例えばカッパビューといったデータベースとして、公開されてきました。これは非常にその公開に関してはきちんとやっている方で、10個ぐらいのデータベースをすでに公開していて、2009年に終わるんですけれども、いろんな企業が参画している中で、そういう企業の、最初に見られる期間というのが2009年に終わって、その時にすぐに他の10個ぐらいのデータベースもまたさらにどんと公開されるというですね、非常にその価値あるものがあると。こういうものはたくさんあるんですけれども、今の現状ではどうやって知るのか、その手立てがなかなか求められていないために、難しいという状況があります。で、これ我々で調べた中で、その経済産業関連の成果物がどのくらいあるのかということなんですが、いろんな機関から成果物が出てきて、現在158件ぐらい存在するということが分かってあります。これはデータベースと解析ソフトについて、公開情報をもとに、主にいろんな報告書やホームページの方に、集めてもらうんですけど、89年度からの分です。このようにたくさんですね、重要そうなデータあるいはデータベースがあるわけですから、これらをこうまとめて
ていかないといけないということで、このプロジェクトが立ち上がっています。で、このプロジェクトは大きく2つのテーマを持っています。1つは、そういう有用なデータやデータベースを、取りまとめて、情報を取りまとめるポータルサイトを構築した。これがメダルズというものです。これは、いろんな成果物情報を整備し、いろんなサービスを使いやすくするためのサービスを提供していきます。もう一つの柱は、いわゆるデータ統合というか、統合データベースの開発ということです。で我々は、ジェリックと、バークという組織と共同で、人に関する、遺伝子の統合データベース、エイジインデュケーションのデータベースというものを構築してまいりましたので、ここにいろんな成果物をさらに付け加えていって、さらに使いやすくする、あるいは情報を拾いやすくする。そういった部分だけで、進んでおります。でプロジェクトの概要を、終わりましたけれども、次にポータルサイトの話に移ります。で、ここでポータルというのはそもそもどういうものかというのを考えてみたいと思うんですが、一般のポータルサイトというのはその役割として、一般的な目的でインターネットにアクセスする際のポータル、すなわち入り口や玄関となっている。さらにそこで検索エンジンやリンク集などさまざまなサービスが提供されています。そこで我々のポータルサイトメダルズでは、経産省の関連のライフサイエンス系成果物にアクセスする際の入り口となるような役割を持ち、各種サービスを、提供します。これによって成果物が閲覧検索理解できるというようなものにしたいと、考えております。でこのメダルズの内容は大きく、6個に分けることができます。データベースビンダーやツールビンダーというもので成果物を大体紹介していく、あるいはデータがダウンロードできるようなページがあり、統合データベースを紹介しサイト内検索をしたり、いろんな各種サービスを提供していくということです。まず、1番と2番のビンダー、データベースやツール成果物について詳しくご説明します。これは計算書関連の成果物とそれからビンダーに入ったものの件数を示していますけれども、これは先ほどと、同じ図でトータルで158件ほど成果物があるだろうと今カウントしておりますが、このうち青い部分ですね、これらは、比較的その公開されていて、情報を整備しやすかったというところもあり、現在データベースで40件、解析ソフトで34件の、合計74件をビンダーとして整備して公開しております。でこれによって JBIC の部分と酸素系の部分が、完全に網羅しているという特徴があります。これからですね、ライフから出ている成果物やネドの下の部分を、追加していきたいと考えていますが、このネドの部分は非常に、大変な作業でして、やっぱりそのこういうプロジェクトが立ち上がった背景をよく考えさせられたんですけれども、報告書が出ているだけで、その作ったといわれるデータベースがどこにあるか本当にわからない状態が多いんですね。それで報告書を PDF で全部ダウンロードしてきまして、ライフサイエンス関係と思われるものですね、それはトータルで300ファイルぐらいありまして、それが5万ページぐらいなんですね。それは全部は読まないんですけども、ほぼ全部読んだに等しいぐらいの作業をしました。それは多分3ページで 1冊分に相当しました。非常に時間かかったという、担当者の方はおっしゃっておりました。私がやったわけではないですが、非常に大変な作業で、次にポータルの、データベースツールの診断の項目についてご説明します。どんな情報が書いてあるかと言いますと、名前以外には概要、入力で、これは、とりあえず使ってみたい、どんな入力をしたらいいんだろうかというときに使います。ダウンロードできる場合、データ送料であるとか、非常に重要なデータをどのぐらいの頻度で更新しているか、あるいは、使っている利用データがや外部のデータベースはどんなものであるかとか、関連する論文などは決定的なのかというときに、そういうものを出しております。これはデータベースツールの場合の、説明なんですけれども、これらを生み出したプロジェクトというものもありまして、説明をつけております。
そのプロジェクトの目的や概要、キーワード、予算、まあ、あるいは、委託参加した機関が、どういう会社があるのかとで出ている論文や特許でこのようなものを提供して、まあ、成果物データベースだけではなくて、それがどういうプロジェクトで出たかというその目的などを理解するとそのデータベースというものをどういうふうに使ったらいいんだろうという予想もつきますしあるいは一つのプロジェクトでですね、複数のデータベースを成果として出すことができます。そしたら他にどんなデータベースがあるのかそういうこともたどることができるようになるというメリットがあります。でこれは、インランに掲載中の成果物の内訳を、とりあえずですね、DNA、RNA、タンパク質、その他に、分けてみました。すると、まあ、大体全体的にはこんな感じで、さまざまなものが入っているということが分かります。大体データベース2件に対してツールが1件ぐらいの割合で、それぞれ2、30件ずつ。次に、ダウンロードページといいますか、アーカイブと我々呼んでおりますが、そちらの説明をいたします。まず、ここに置く成果物というのは、どういうものを想定したらいいかというので、とりあえず我々はいろいろ議論して、どういうものを置くかというのを決めました。でそれは、未公開データまたはデータベースの旧データであるか、あるいは、運営されているサイトから通常のサービスでは取得できないようなデータである。で、このデータというのは一般的な成果物でありまして、それはソフトウェアかもしれないし、報告書も含まれます。このようなものをうちのメダルズのアーカイブとして置こうということにして、現在のところですね、この3件だけ置いてあります。1つ目は医薬品開発支援用分子シミュレーション計算ソフト及びデータベースの集合体というマイクロソフト、それから新規関連文献お知らせツールのインストール版であるパグネムスキャン、それから我々のプロジェクトの昨年度の報告書です。でこれからまあ、いろいろ調査していく中でアーカイブの件数が増えていくと考えられます。で4番目と5番目の内容ですが、統合データベースの紹介ということで、実は、遺伝子統合データベース、エンチングのエノリンと、連携先であります、文部科学省の統合データベースサイト、エノリン。5番目には、まあ、このサイトの中の全文検索ができるようなものがあります。で6番目になりますが、本プロジェクトでは、さまざまなデータを使いやすく、開発しやすく、データベースを開発しやすくしたり、そのデータを取得しやすくする、あるいは情報を扱いやすくするようなツール3つ開発しておいております。これを順番に紹介させていただきたいと思います。1つ目は、リンク自動管理システムというもので、まあ、ご覧の URL、biodb.jp というところで、サービスしているものですが、まあ、これはまず背景を説明いたしますと、まあ、一つのデータベースを開発したと、あるいは公開したというときに、それに関連するようなデータベースが他に、まあ、たくさんあるわけですね。でそれらにリンクを貼っていきたい。でそのときに ID の対応付けが大変だという背景があります。まあ、こういう、そこで、まあ、本システム、管理システムでは、ID の対応付けを一元管理してサービスしていく。でいろんなデータベースが、まあ、有名のこのデータベースがあって、我々のところにそれらの ID の対応付けをしておくと、これから、まあ、新しく作られるデータベースの方はですね、参照先の ID を全て調べなくても、一つのデータベースだけの対応を提供してくれれば、あとのデータベースへのリンクは全部こちらが引き受けるということになります。で作っていただくリンクはこのようなもので、リンクに参照先の ID を書かなくてよいという楽な特徴があります。自分の ID のタイプと自分の ID、個別の番号ですね、分子の ID にプラス最後に どういうデータベース先へリンクしてほしいというものを、自分のところのデータベースにリンクを貼っておけばですね、あとはこちらの方が、よろしく処理をして、適切なページに飛んでいくということになります。このシステムの、
詳しいところは NAR のウェブ一周に載っておりますので、ご参照いただければ幸いです。この、まあ、ID の整備したものを使って2つ目のツールとして ID 一括変換システム、これは非常にシンプルで簡単で、ある一つのデータベースで用いられている ID を入れて、別のデータベースの ID でどんなものに対応するかというものを出してくれるということですね。これはどういう時に使うかというと、大体いろんな解析をしていくと、まあ、例えば遺伝子セットとかいうものを手に入れる、マイクロアレイとかの解析でこれだけの遺伝子のセットが取れる、それをいろんなデータベースでどういうアノデーションがついているのか調べていくということをよくやると思うんですが、そういう時にこう ID 変換が必要になりますから、ここでちょっとクリックすると、まあ、すぐ特定で次のデータベースを調べることができるということになります。で、3つ目のツールの紹介ですけれども、これは新規関連文献押し当てツール、タブロイドスキャンと言います。ご覧の URL で、サービスしているわけですが、これ背景としてですね、我々のプロジェクトでは、毎年そのユーザーアンケートやニーズ調査ということをやっております。製薬会社の研究者とか、一般的な無記名のウェブ上のアンケートとかですね、そういうものから発掘したニーズがありまして、そのクエスチョンとして、こういうことを聞いたんですね。時間を最も短縮したい業務はどのようなことですか。そうすると2番目に論文検索関係の時間がとてもかかるので短縮したい、例えば検索と情報収集の時間を短縮したいとか、 URL でうまく絞れない場合に時間がかかるというニーズがあるということが分かります。ちなみに1位はデータ収集やその処理ということで、同率2位は実験そのものの時間を短くしたいというわけです。で、まあ、こういうニーズを受けてですね、我々のチームですでに開発していて、まあ、内部で使っていたんですけど、文献収集ツールの提供を行ったということになります。で、このパブメドスキャンの特徴はどういうものかというと、キーワードは使いません。先ほどキーワードを手間取るという部分がありましたけど、検討不要で、キーワードだけで漏れがある場合にこういうのが有効になります。手持ちの文献から似たものを探してくる。でこれは毎日新しいものからレポートを作って報告します。こういうシステムというのは実は PIWA というものが、京都大学の方法で作ってあるんですけれども、これ実際に試してみると、その非常にその数学的にはきれいなんですけれども、学習がうまくいかないことがあるということを経験しまして、そこで我々はその PubMed のリレーティックアーティクルというものを使うことにしました。でこれはよく皆さんパブメドをご覧になってアブストを見たときに、右側に関連文献と出てくるものがあるんですね。これ5つぐらいしか出ませんけど、実際にはもうちょっと100オーダーでリンクが作られてあります。でこの情報を利用して、新しいものに紐づいた新しいものがで、まあ、入力した文献に入れたものを取っていく。で最高ウェブ上に使えるように、いたしましたので、割と誰でも使えるようになっております。で使い方をさらっと説明しますと、もう必要なのはログイン名、イメールアドレス、パスワードを、自分で作って適当に入れまして登録します。でその後に関心のある論文をタブメド ID で登録してもらう。これだけで翌日から、新しい文献でなんか自分の入れたものに関連のありそうなものが報告されるという仕組みになっています。でこの時に、まあ、こういう PubMed ID リスト揃えるのが、ちょっと面倒だという方にはですね、 PMID リスト取得ツール PMID エクストラクターというものを提供しております。これはメダルズの銀欄からダウンロードできるんですけれども、これを使うとこれ画面なんですが、今持っている論文の PDF ファイルを入力にするとか、PubMed でサーチするようなキーワードを入力するとかということで、下のような、文献リストができて、この辺の、ここにあるその PMID のリストがコピーペーストして入れることができます。で、まあ、ログインしていただくと、レポートされる形式はこんな感じで、各カラムは、まあ、ユーザーが入力する、まあ、グループ名みたいなものと、PMID、画面に登録された。タイトル、著者、出版日、雑誌名、
あるいはその興味があるだろうというを示すヒットスコア、こういうものが出てきて、非常に私なんかは重宝しておりますですので、皆さんもですね、ぜひ今日帰ったら、あるいは数日内にここに、登録していただいて使っていただくと、まあ、かなりの文献検索時間が実現できると信じております。次に、今年度の、ポータルサイトの拡張について、ご紹介しますが、まあ、基本的にその生活スリーンがアーカイブの増加ということが一つあります。もう一つはデータベースの横断検索サービスを追加していきたいと考えています。これは先ほどの講演でもありましたように、文科省のポータルサイトでデータの横断検索というのは既にやられております。現状できているものは青い点線で、示しています。で、最初ポータルではサイト内検索しか今できません。ですが、経産省関連データベースについてインデックスを設けまして、これを文科省の方に提供していきます。と同時に、こちらのインデックスも使わせていただいて、同じデータについて検索ができるような、まあ、どちらのポータルを使っても、同じようなタイプの検索ができます。で、じゃあ、あんまりまあ同じ内容では仕方がないではないかという言い方もいるかもしれませんが、我々のところではですね、H インビテーショナルの関係もありまして、人遺伝子や疾患研究者に向けた、検索や結果の表示を考えていきたい。これ非常にある意味チャレンジングなことだと思いまして、先ほど議論がありましたが、単純なキーワード検索だけでいいのかというようなところをいろいろこれから議論していきたいと、あるいは皆様の力をお知恵を拝借してですね、いろいろ文句を入れていただいて、入れていってですね、作っていきたいと思っています。次に、このプロジェクトの2つ目の、まあ、柱といいますか、内容であります。遺伝子統合データベース、HMDB と、経産省関連データベースの連携についてお話をします。H インテーショナルをご存じない方にまずご紹介しますと、これは、人の全遺伝子と転写産物を対象としたいわゆる統合データベースでありまして、まあ、特徴はこういうものです。まあ、最近流行りの言葉で言えばディープなアノテーションが、されているわけです。まあ、どういう意味かというと、そのアノテーション項目は、まあ、非常に多岐にわたりまして、まあ、多分一人の研究者ではとても、まあ思いつかないようなところまで、こんなことでもあんなこともですね、アノテーションがついている。でさらにそのいろんなビューアーがあって、ゲノム配列だとか発現データとかですね、まあ、いろんなものをそれぞれ特別に見るようなビューアーも用意されているわけであります。でこれにいくつかの成果物をつなげていこうと考えているわけですが、昨年度行いましたのは交差関連遺伝子データベース GGBB と機能性 RNA データベース、FRNA データベース、この2つと連携しまして、お互いにウェブサービスを設置して、お互いに使えるようにいたしました。このウェブサービスを介して、3つのデータベースを連携し、相互の画面に動的に相手のデータベースにデータを取り入れてですね、自分とこの画面に表示すると。あるいは相互リンクは当然貼っていくと。というようなことで、まあ一つのデータベースを使っていて、それに関連する情報がどこかのデータベースになるときに、まあ、それも合わせて表示してくれるという原理なのになっています。これは H2、例えば H2 の画面ですが、 FRNA データベースの情報をこんなふうに表示したり、あるいは逆に、まあ、RNA ではなくて GDB のこの画面ですけれども、こちらの画面では HIV の発現情報の、エクスプレッションのプロファイルの絵がですね、これは動的に取り入れて、表示することができるということになっています。で、これは補足なんですけれども、我々のプロジェクトとその文科省プロジェクトとどういう違いがあるのかということで一応ご説明しておきますと、我々のプロジェクトでは次の2つを念頭に置いております。1つ目は産業界ユーザー、製薬会社であるとか食品会社であるとか、そういうところに役立つ情報を重点的に、整備していきたい。例えば特許 ID であるとか、商業利用時におけるライセンス情報とかですね、
まあ、2つは当然なんですけれども、経産省関連の税化物を主に整理して橋渡しをします。でさらに、文科省統合データベースプロジェクトとの連携をご覧のような形で進めておいていまして、例えば銀欄の項目を共通化するとか、検索の仕組みを共通化したり、さまざまな仕組みで、情報を統合しやすいような形に整理しているところです。これはですね、本シンポジウムで関連ポスター発表が4件ありますので、ぜひそれもご覧になっていただきたいと思います。ダルズポータルサイトのポスターは A の49番で、チーム関係は A の678番となっております。繰り返しますと、 A の49番と678ということですので、ぜひ見ていただきたいと思います。以上をまとめますと、1つ目、ポータルサイトメダルズについてですが、敏腕としてデータベース40件、ツール34件ございまして、今後も増加していきます。アーカイブにはツールが2件、報告書が1件入ってまして、さらにいろんなサービス、自動リンク管理システムや ID 変換数、カーディナルスキャンといったものを、提供しています。今年度はデータの断検索を行っています。もう一つの柱であります統合データベースにおいては、チームに、搭載電子の情報、あるいは機能性 RNA の情報を、いわゆる統合といいますか、連携して表示するようにしています。今年度は高タンパク質と多形情報を統合することにしています。で実際、実施体制これはプロジェクトリーダーとしては五条堀先生であって、東大の伊藤先生と英才の長鈴先生にアドバイスを、まあ、年2回運営委員会しているんですけれども、そういう場であるとか、まあ、いろんなところで報告会と議論ディスカッションをしています。で我々バイオゼビックの方では、まあ、このメンバーと酸素研の、バイオメディシナル情報研究センターの今西チームをよくしたそのチームの方々にご協力をこのような形でいただいております。で外部のご協力していただいた方々ですけれども、敏腕整備にあたっては、CBRC 酸素研生命情報工学研究センターの浅井先生と諏訪先生には非常に一本料を取っていただいて、その CBRC の成果物についてはですね、開発者の責任者の方々それぞれに入力していただいたり、チェックをしていただいております。それからその敏腕の中身については、BBCS の中身先生、西川先生、川口先生と議論をして、整理しています。また HB の統合 UB に関しては、まあ、東西工学研究センターの成松先生しかないとして、CBIC の再生先生、三山先生にご協力いただいておりまして、召喚調整プロジェクトには経済産業者の支援を受けております。以上です。ご質問いただきます。どうもありがとうございました。経産省での気持ちが分かったのではないかと思いますけれども、ご質問、ご意見ございますでしょうか。大学の方と申します。ありがとうございました。すごく基本的な質問なんですけど、統合プロジェクトが2つあるっていうのはちょっと分からなくて、そもそも別にまとめてやった方が1ページの1つにした方が絶対使いやすいと思うんですけど、それはやっぱり難しいことなんですか、いろいろあって。これはですね、経済産業省の、多分課長以上の方が、そうしようというところが強いというのだと思うんですけれども、経済産業省にはそのお見せしたように、非常にたくさんのものが、成果物がありまして、多分その文科省だけでは手が届かない部分がかなり、あると。で特にその、経済に関することですから、そういう、なんていうんですかね、使い方、
企業がいろいろ絡んでいますから、そのライセンス的な部分であるとか、権利関係、そういうところは、他の、学術系のものとはちょっと違うアプローチが必要になるだろうというところで、一応連携しているので、一つの組織のようなものだと考えていただければいいと思います。ご上位先生、なんか少しコメントでいいと思ったマイクを。当初ですね、総合実会議の方でもコンテンツ別でやろうと、もう省庁別じゃなくてコンテンツ別でやろうとしましたけども、やはり予算の関係とか、それから成果の出し方の関係で、どうしても省庁別的にならざるを得ない。一方で地方自治体とかその他ので支援されているデータベースもありまして、で関しても省庁別だけでは今度はできないところもある。したがってやはり本質的には内容別でですね、うまくやって、ここの文科学省のライフサイエンス統合データとしては前回やった強化するようなイメージが一番いいのではないかというふうに思っています。それについてはやっぱりちょっとその予算要求権が拡張にあり、またそれに対して その責任の拡張も取られますので、このあたりですね、うまくやっていければというふうに思っております。国立連絡企業の関係者の質問をどうもお話しされていただきました。村上さんの話だけではなくて、その前 の坊野さんの話とも関係するんですが、こうやってちょっと発表を聞いててですね、やはりコンテンツが一番問題だということが結構西洋国民のことが分かってたんですが、それで坊野さんの話の中では、やはりこの統合データベースプロジェクトというのでは、やっぱり日本語のコンテンツを何とかしたいと、そういう意図が割れ伝わってきました。その中でちょっとクリエイティブコモンズとの関係がよくわからなくて、その辺はまた後でディスカッションでもあるのかなと思ったんですが、それでやはり今村上さんのお話とかも聞いてます。その別に今まで経済産業省がやってたプロジェクト のコンテンツをが何か存在してどこに行ってしまったかわからないので、何とかしたいというような意図があると。それで研究者側からしますと、だからそういうようなコンテンツというのは割合色がついてしまっていて、実はデータベースで一番使いやすいのは全くもう色がついてないようなデータ、例えばパブメドだとかアンサンブルとかジェンバークみたいな、ああいうふうな色がついてないようなデータというのが一番使いやすいというようないうように思うんですが、だからそのコンテンツが、トムデータプロジェクトがそういうふうな今までのプロジェクトのそのなんか報告書みたいなのどこに行ってしまったか分からなくなるのを整理するというだけでは、ちょっとあまりにもなんか汎用性というか、その全ジャパンであるそのインパクトが弱いんじゃないかと思うんです。色がついているというのはもうちょっと具体的に。色がついているというのは、そのもう誰かが要するにある目的に使って研究したその成果みたいな、そういうものが今コンテンツとして割合主に説明されてくるのが気がするんですが、最初のボーノさんの話だと、なぜタンパク質拡散構成選ばれたかわからないんですが、タンパク質拡散構成で、選ぶ時点である程度なんか色がついていると思うんですが、その最初のデータベースでその我々が見ることができるその中身が、それも大事だと思うんですが、ただ東部データプロジェクトがどういうものを目指すのかというのが、ちょっとそれだけだと今の話だとやっぱなんか象徴別で、今までのプロジェクトでどこにあるか分からなくなっているようなデータを整理したいというだけだと、ちょっともうちょっと大きな目標があった方がいいんじゃないかなというような気がしました。非常に厳しいと言いますか、ありがたいコメントだと思います。私もちょっと どこまで言っていいかよく分からなかったんですけれども、英語コンテンツというか、世界に通用するような活動であるべきだとは思いますが、それはまだ表に出てないところで、やっているわけで、
今回はですね、まあ、国内向けの、活動を内容にしようと思います。コメントしますと、今日の話は、お二人の話はそういう話はあまりなかったと思うんですけども、例えば文科省の統合データベースプロジェクトでは、プロジェクトの生データそのものを要するに解釈する前にですね、それを、ダウンロード可能にして、皆さんが自由に使えるというようなことも目指してまして、その話はちょっと今日は省略しておりますけども、そういう、アクティビティは十分やっております。ただその場合には少し権利関係を整理しないといけませんので、すぐにいろんなものがパッと目の前に出てくるということはなかなかならないんですけども、今そういう整理をして、できる限りのものは、生の段階でもう自由に使えるのを出すと、そういうふうに考えております。そういうアクティビティもまいっております。先ほどの話に戻りまして、川上さんの方がちょっと省庁別になっているという話 の、 文科省ご発言。の川上と申します。よく最近特に選挙だと思うんですけども、省庁で偏りになってて歴史からんじゃないかと非常に散々よく言われてますけど、そこだけ申し上げますと、多分これどこの組織でもそうだと思うんですけど、やっぱりそれぞれの持ち合う分野がそこでしっかりとやっていくっていうのは、多分役所に限らずですね、皆さんの研究分野もそれぞれ研究分野もそれぞれやっぱやってらっしゃるところだと思っていて、では省庁偏る弊害、本当の弊害って何かって、その当たりになってるからいけないんじゃなくて、当たりになってて、お互いに譲聞かないとかですね、こっちはこっちは、こっちはこっちだとかって、ね、お互いに、そこのところが問題なんであって、当たりになってること自身は多分問題ではないんだろう。当然、経産省なり文化それぞれが得意分野あるわけですけど、これはやっぱしっかりこうやっていくって大事だと思って、で、ただそこのところで、おっしゃるとおり、ユーザーの側で当たりになってて分かりにくいじゃないかっていうのが、それはやっぱり良くないんです。だからこそ、統合データベースでお互いにこう、インしたり連携したりしながらやってますので、もちろんそれ十分かって話ももちろんありますけども、それはお互いにやってきながらやっていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。特に国会の問題、その最近特に富に言われますけども、やっぱそれぞれやっぱ頑張すのも大事だってたら、とはいつもやっぱそこが丁寧に何にしなきゃいけないんです。そこまたしっかりやってますねという感じだろうと思っております。引き続きよろしくお願いします。いかがでしょうか、川上さん。はい、じゃあこれで最後にしますけど、どうぞ。皆さん、同情の方ですけども、パブメイドスコアに関して質問したいんですけども、パブメイドスコアを使うかとしても、率直な疑問なんですけども、臨床管理技術の仕事して、パブメイドメイクでアクセスしようしたとおっしゃったんですけども、パブメイドスコアの、精度というか、精度の定量化をもし、測ったのでしたら、それぞれ数値的におっしゃってほしいんですけども。はい、パワーポイントを使えるかよくわからないんですけど、ある程度の、小規模なテストはしておりまして、これだったかな。はい、10個のデータセットを独立に用意しまして、これらは、研究の分野っていうのが10個それぞれあって、それぞれの分野ごとに10件から40件の論文を用意したときに、パブメドのリレギュラーアーティクルで、お互いにどれだけ紐づいているかというものを、全件同士が紐づいていれば 100% になるわけですけれども、実際にはそういうわけではなくて、例えばある1本を見たときに、シングル、青い矢印がですね、ある1本を、1個の論文を見たときに、同じ論文の全ての論文に紐づいているかというと、このステップ1だと3割ちょっとで、ここだと8割ちょっととか、そういうことになるわけですね。というところが、シングルだとそういうぐらいのリンクしかない。ところが、このセットの、例えば10件だったら、9件のいずれかが、その残りの1件を拾えばいいという条件にすると、赤い本になって、多くの場合では9割を超えると。で、少ない本数だとやっぱりなかなか人間が研究者が同じテーマだと思うものを拾えないんですけれども、30件から40件ぐらいあると、大体その満足的なというかですね、
かなり拾えているなという実感は持てるというぐらいですね。これポスターではいいですね。残念ながらこれはポスターでやらせておりますが、パブリックスキャンはポスターになるんですよね。項目として出ていて人が立っております。詳しくはそちらで出てきますけど、だいぶ活発な議論を終わって時間超過いたしましたけど、午前のセッションこれ見て終わりたい。どうもありがとうございました。